今回は2022年7月から9月にかけて放送されたアニメリコリスリコイルの第8話を見た当時の視聴者の放送終了後の反応を紹介していきます。それではどうぞ。 PA から支援金もらっといて店傾けるとか、君たちさ今までよく経営してくれたなって思うわ。滝名満開の笑顔貼っとくね。笑顔でうんこ持っててくさ。こんないい笑顔でうんこを。美少女図書たとうんこ。ピースをするのがすっかり上手になっちゃって。冷静に考えるとなんであんなうんこが飛ぶように売れるんだよ。大丈夫か、あの世界の日本人。美少女がうんこ持ってんだ。かいだろ。滝名は漫画的表現のうんことか見たことないから、パフェの形がうんこだって認識することができなかったんだよね。忘れてたけど序盤の滝名のミニキャラめちゃ可愛かった。一回ミニ滝名見て落ち着こう。ミニ滝名可愛いね。この女スーツが似合いすぎる。かばやき太郎さんイケメンすぎる。ずっとかばやき太郎再登場待ってるって言ってたんだけど、アイキャッチで出てきて狂気乱舞。栄養スマイルできたんだな。滝名できるようになったんだよ。滝名の猫耳三つ編みいいな。滝名には金作の才能があったわけだ。アラン機関さん出番ですよ。マジマ、あいつを想像って言ってたけど前回来なかったからんってなってたけどちゃんと来た。ただ遊びに来ただけだった。武器ないからおとなしくする千里と、撃っても当たらないから銃置いちゃうマジマ。どうする、映画でも見る？とりあえずコーヒー飲む？今週のマジマは、若い頃情けない感じしてたり、ブラックコーヒー飲めなかったりで、可愛い感じあったな。苦いのが苦手とかこの男、あざとい。マジマは千里が殺さないと信じてるし、千里はマジマにあの場で殺されないっていう、いびつな信頼でできてる対象同士の会話、中に心がくすぐられる。私もメダリストみたいに世界に感動を与えたい。ここの演技くさ。やっぱ松岡の狂気キャラおもろい。あの崩落の中、生き延びたマジマと千里。マジマの誇張があるとしても、幼女が一人で壊滅させたと思うと、ほんと化け物だな。電波塔の英雄、とか言われるくらいですしね。マジマが千里の心臓に気づいてたのは、耳がいいから心音が聞こえなかったからか。もともと盲目で耳が良かったのを、障害や貧困の天才を支援する、アラン機関に支援されて、義眼を提供されたって感じかな。マジマ、目が見えなくても戦えそうなら、結構やばくね？音爆弾作らなきゃ。というか6話の、目を閉じながら千里殴ってたの、そういうことだったんだな。マジマさん、別にバランスの才能じゃなかったのくさ。バランス言ってたのは、バランス好きなだけかい。耳がいいのがマジマさんの暫定才能だけど、バランスは目が見えるようになったから、こだわるようになったとかなのかな？まだ複数の才能があるって可能性もあるけど、この感じだと、マジマさんはものすごい努力した結果、バランス取るのが上手くなった人ってことになるのくさ。マジマ結構強いな。滝名があしらわれてた。まあマジマは滝名が来るの分かってて、滝名は完全に不意打ちだったから。なんで銃取り出せたんだ。滝名的には完全に予想外で、不意打ちみたいな形だったけど、それでもだいぶ余裕でやってたから、強いなマジマ。てかマジマさんも結構身体能力高かったな。マンションから器用に降りてた。マジマが千里の家に来たのに、殺さなかった理由は何だろう。お想像とは前々回から言ってたけど、純粋に興味を持ってるから会いに来た。でもおかしくなさそうな。それができてるのがヤバいけど、ロボタバックアップのマジマさんだしな。マジマの狙いは千里殺すことだと思ってたけど、あくまで決着は電波塔でってことなんかな。このままじゃバランスが悪いって言って、マジマ陣営との共同戦線になったりして、出会い方と立場が違えば、仲良くなれそうだったし。マジマが普通にいいキャラしてて、敵として恨めない分、ヨシさんたちの邪悪さが増してるんだよな。今回のセーフハウス訪問会は、めっちゃ良かったから、共闘してアランなんとかしてほしいわ。千里とマジマがバディ組めば、最強なんじゃね？マジマが感知して、千里が有利位置から突っ込んで無双したり、千里が苦手な奇襲や狙撃も通じなくなる。なるほど、完璧な作戦っすねー。両者の理念や精神的に不可能だという点に目をつぶればよー。マジマはいいキャラしてるけど、リコリスも警察も大量に殺してるから、安易に共闘とかされても困るわ。とりあえず何らかの決着はつけてほしいとこだね。とはいえ千里の方針から殺すとも思えないし、どうすんだろ。才能のあることをやることは、幸せなことって考えなのかね、アラン機関。何も考えなくて済むの幸せだろ。好
タンス。やりたいこととできることが一致してれば、アラン機関はその人にとって神みたいな機関だけど、そうじゃない千里はな。才能っつってもなぁ、という話ではある。要はたこ焼きの名人になりたい奴に、お前はお好み焼きの才能があるから、お好み焼きを一生作ってろ、みたいなもんやろ、アラン機関のやってること。神が言えばそいつをテロリストにも救命士にも、たこ焼き職人にでも活かせようとするのがあれ。マジマだってあんだけの身体能力があったなら、もっと別の方法で活かす道なんて、いくらでもあったはずじゃないのか。おい待ちやがれ、そっちのタコはまだ仲間で火が通ってねえからもう少し待て。こっちのはもう焦げそうだから早く出せ。ちゃんと一個一個の味のバランスは取らなきゃな。タコ焼きの焼ける音で、最適な焼き加減してそう。アラン機関は真っ黒だけど、金メダリストみたいに、この組織のおかげで成功を収めた人もいるだろうし、どう決着つけるんだろうか。さすがに潰すのはやりすぎだし、できなさそうだから、うまく折り合いをつけるしかないんだけど、吉松が、あんま話通じる人じゃなさそうだもんな。とりあえず吉さんと何らかの決着つけて、終わりじゃないかな、尺的にも。潰したら世界が良くなりました、みたいな組織でもないし。太もも。逆立ち千里の太ももいいよね。ちゃんとセーフハウス変えてて安心した。同性解除の理由はこれだね。バレてるなぜ、玉を避けると美少女顔になるのか。玉避けるとき以外も美少女ですよ。ガチ気になることが多すぎる。まず千里の能力って心臓由来なん。もともと強くないと、アラン機関は支援してくれないから、銃避けとかは素だと思う。お、こいつ目がいいじゃん。死なれちゃ困る、支援したろ、だと思う。庭の下着シーンで、人工心臓の手術跡が見えなかったから、どうなってるんだろうと思っていたけど、まさか全く跡がなかったとは。アラン機関の技術はすげえな。千里のオッペイ絶景描写はたくさんあったけど、正面から胸元描いたカットなかったから、手術の時の傷跡が残ってるんだと思ってた。なんか心臓光ってた。予想だにしなかった方から、予想外の描写で殴られて、何この、なんだ人工心臓なんで光るの？って言われたら、多分演出なんだろうけど、実際光ってたらやばい。千里の人工心臓は、ブラックライト当てると、光る仕様だったんだろう、多分。レントゲンとか撮る余裕ない時は、ブラックライト当てて、正確な位置把握したりするんだ。なんで千里が不殺なのかは、心臓をもらったエピソードに、深く関係してそうだね。千里薬もられた時に、山岸先生をってつぶやいてて、自分のことじゃなくて山岸先生を心配してるのな。こんな優しい子が殺しなんて似合わないよ。決めててよかった、異常発生判断のサイン。私の電話には3コール以内での下り、流れから考えれば自然だけど、あそこだけ切り取り取るとなかなかね。重さがね、あるよね。同棲して、どうぞ。3コールの約束してから回収までが早い。そして3コールで出なかった時の、滝名の判断も早いし、顔がいい。滝名、早く来てくれー。電流流してたってことは、本格的に心臓止めに来てるよな。もう用済みなのか？ままごとをさせてるわけにはいかないって言って、コスプレおばさん潜入させたから、殺すつもりではないんだろう。それをやるなら薬持った時に、殺人級の毒でも打って休む。殺すならもっと簡単な方法があるだろ。人工心臓に刺激を与えると、殺人鬼として覚醒でもするんじゃね？心臓いじってどうする気なんだ？心臓が暴走して人を殺してしまう。とかさすがに無理だろ。まるまる日後に止まるから、その期間内に殺しをやれとか？これが一番ありそうじゃない？期間はどうしても殺しをさせたいから、時間制限つけて煽る。姫釜さん、もしかしなくてもやべえやつか？コスプレおばさん、そこが知れないな。コスプレおばさんは、一人でいろいろできすぎくんじゃん。心臓痛いんだけど。姫釜さん、強そうな気がしてならん。あの人絶対、暗記とか使うタイプの大魔人だよ。秘書子は吉さん個人のパートナーで、アランじゃないっぽい？実は千里の心臓をアラン機関から解放しました。ごわ、それではアラン機関は君の命を、奪ってしまう、どうやって助けよう。蜂は、ミカのせいだよ。千里を助ける気になったのは、これなら吉さんの株も、うなぎ登り。ラスト、アラン機関にバレないように、人工心臓を充電していただけ説。とりあえず、くるみが可愛い。首でヒッてされたところ好き。可愛いけど、マジで何歳なんだお前。あらさあ、アラフォーでも、私は一向に構わん。しれっと、FX 戦し始めようとしてたの、別の意味で心臓に悪い。
ぐるみちゃんって、そういう。ようやく推しの制服姿見れた、やったー。一回おじさん見よう。バラが咲いてる。ぐるみがさらっと、恋人発言してたの草生えた。きっさりコリコ組以外、正体を知らないくるみが、ジョーカーになるよなやっぱ。アラン機関とマジマ組は死んでるとすら思ってるし。アランはそれ本当に信じてるのかは、怪しいところだけど。おそらくアランが千里の心臓に施すのが、遠隔の停止スイッチとかなら、いよいよくるみの出番が来たって感じかな。アランが利用するだけ利用して、始末したと思ったウォールナットに、足元を救われる展開、楽しみだな。8話9話でこの展開なら、残りの尺的に、解決策とか出してくるパティーンだね。おい、どうすんだよこれ。今までずっと1話完結だったのに、急に変えてきたな。うんことの差が激しいよ B パート。うんこの時の空気返して。うんこで笑ってた、15分前のリコリコを返して。どうして？前半では放送後に、うんこの話をしようと思っていたのに、もう日常会が来なさそうで辛い。千里はどうなってしまうんだ。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価、コメントなどよろしくお願いします。それではまた。